ようございます。おはようございます。今日も新しいゲストに来てもらいました。大堀たか子さんです。よろしくお願いします。なんとりさちゃん、みおちゃん、しおとさんとも仲良しでした。はい。なんと大堀たか子さんはケーズアイランドゴルフアカデミーのレッスンプロを、はい、現在、はい、ケーズアイランドゴルフアカデミーでレッスンをさせていただいてます。こんな可愛い綺麗なレッスンプロ皆さんも習いたいですよね。肩書きが超すごい。11歳でゴルフを始めたんですよね。はい、はい。これはなんか誰かの影響というのはあるんですか？私も環境が茨城なんで、もうまあ父の勧めではあったんですけど、まあ身近にゴルフ練習場もあり、ラウンドもあのジュニアに結構こう優しい感じだったので、やる機会は多くあったかなと思うので。なんと個人戦では関東女子学生ゴルフ選手権優勝。そうそうそう。これ唯一の言えるやつ。これめっちゃすごいですよね。これ当時あの大学2年生の時だったかな、うん、マッチプレーで、うん、たまたま優勝しちゃって、でこれオチがあって、オチがこの関東女子学生っていうのは、はい、要は日本女子学生につながるんですけど、はい、日本女子学生行った時、まあ、予選勝ったんですけど、予選落ちしたの、うん、前代未聞だって監督に言われました。優勝した人が落ちることが前代未聞、まあ、福祉の恥だぞって言われました。で団体戦は副キャプテンとして大学日本一。はい。徐々にこの時代ぐらいから福祉大があの女子ゴルフ部も活躍し始めた時代で、私たちが1年生になった時に初めて日本一になって、そこからこう今に至る。でその後ですね、はい、オーストラリアにゴルフ留学をしてプロを目指しながら今も指導されている。はい。厳密に言うとこれ卒業してすぐオーストラリアにゴルフ留学ってかっこいいこと書いてあるんですけど、書いてあります。まあ本当はその時卒業してどうしようかなと、ゴルフやろうかな、やめようかなと悩んでた時期で、正直あんまりやりたくなくて、日本にいると、まあ、ゴルフやらなきゃいけない環境ではあったので、ちょっと逃げちゃったかなっていうところちょっとオーストラリアでも、オーストラリアちょっと1年ぐらいちょっとゆっくりやってみようかなと。でもまあゴルフは、そうゴルフバッグは持って、ただその先輩がちょうどいたんで、その先輩家に居候させてもらって、でゆっくりしてたらちょっとゴルフやりたくなって、で向こうでたまたま日本人のコーチに巡り合いまして、はい、それでゴルフがまた好きになって、そこからまたプロ目指して頑張ろうって思ってやってて、まあ、その後にレッスンの方で。あー、なるほど。そんな今日もね、すごく綺麗なレッスンプロの大堀たか子さんと一緒に太陽市原コースを回りたいと思います。お願いします。全く問題ないです。大丈夫かな。いや、ちょっと本当想像、顔から想像つかない。大丈夫。手前だね。ナイスショ。はい、ありがとうございます。ロングホールなんで。そうプロフィール紹介したいんですけど、さらにこう掘り下げて聞きたいことがたくさんありまして、はい、まあ、お父さんの影響で、まあ、11歳から始めて、そうですね、はい、本当にもうきっかけはいくか、それはもうずっと最初じゃあコーチはお父さん。そうです、そうです。もうずっと始めたての頃は父で、でなんとなくこうちょっとやり始めて何年ぐらいかな、3年ぐらいに子にちょっとそろそろ先生つけてみようかみたいな。それは別に学校の先生とかじゃなくてスクールに。へえ。もう父もそんなにこう別にあのうまいわけではないので、本当趣味程度なものなので。え、でもそのハマったのは何だったんですか、そこまでゴルフに。他にもなんか例えば部活ってあるじゃないですか。そうそう、私割といろんなことやってて、習い事が、最終的にずっとできるスポーツってなんだろうって考えた時に、あの、まあ、水泳やったりバレエやったり習字やったり、ピアノやったりってあるじゃないですか。でもずっと使えるのはゴルフなんじゃないかなっていうのが親から言われて、でなんか自然と勝手にゴルフになっちゃったみたいな。確かに永遠ですもんね、うん。
狙ってその通りに行きました。アップ入れて145、ちょっと朝飲んでユーティリティの6番で行ってみます。カルメイン、合わせて距離を打ってみました。思ったより低かったけどうまくいきました。ナイス、ありがとうございます。ナイス、どうもありがとうございます。ナイスです。よいしょ、頑張れ。今大堀さんがいる政治アカデミーに、はい、実は10年前に通ってた。本当ですか？そうなんです。始めたばっかり で、うん、で周りに通ってる人がいて、うんうんうん、でなんかよかったら行ってみたらって言われて、だから田口舞子さん、うん、舞ちんと、はいはいはい、に多分半年ぐらい慣らしてて、すごい。でも10周年ちょうど去年迎えたばっかりだから、本当にケーズ出来立てに、そう、出来立てのだからびっくりして、今回見た時に、大堀さんもケーズなんだと思って、うん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 、大堀さんはまだその時入ってなくて、私はまだ、2011年からだから6年、7年目に入って、あ、じゃあちょうどかぶってない、かぶってない、それはびっくり。だからもう私にとってはもうゴルフを始めるきっかけとなった場所、あ、すごい、駆け込んだ。はあ、難しいね。難しいですね。景色に騙される。景色がね、左がやっぱちょっと気になってくるけど、まああんまり多分距離的にいっぱいあるから、うん、私右の右がいいですよね。完璧。よいしょ。戻った。うん、よし。ここはね、400ヤードもあるね、ミドルなんで、3オン1パットがここ望ましい。千葉なのに、うん、太平洋市原は洋芝で、だからターフが全部取れてる。そうだ。なんかぺったりしてんな。ぺったりする。うん、ケースも2007年。10周年、そう、ついに10周年を迎えた。今はもうケーズは大代官山港と、うん、大阪港と、そんないっぱい福岡港とマレーシア港がある。全部合わせたら多分20人ぐらいいるのかな。まあ、実際全員会ったことないかもしれない。そうですよね。そうです。スクール女子も男子もですけど、スクールにこう通うときにそういう通いづらいってあるのかな。最初行きづらいな、あの場所ドキドキしちゃわないで、なんか知り合いしたらいいの。いや、めっちゃ勇気いると思う。勇気いるんだ、うん、初めてだし、そういうレッスンとかに大人になって通うってことがあんまないじゃないですか。なんだろう、仲良くなれるのかなとか、 あとグループレッスンとかも知らないから、どんなシステムでどういう風にやるのかなとかね、どんな風にやるんだって、とりあえず勇気を出して体験に行ってみるみたいな感じはあるかもしれない。でも行くと私はすごいいいよ、ゴルフ友達できるし、コースデビューも手伝ってくれるし、絶対レッスンに仲間作った方が上達にはいいと思う。ねえ、そうなんですよ。やっぱりこう最初のきっかけがやっぱみんな行きづらい、大会も特に敷居が高いっていう意見が多いんですけど、はい、うちはそんなことないんで、気軽に来てください。私も本当にクラブの握り方から全部教えてもらったから、本当グリップって何みたいな。そうですよね。あの、ここですみたいな。あ、やった。すー。洋芝の。洋芝の洗礼ですね。はい、熱中症がいって。よし。はい。ちょっと、今日はネバネバするから。ちゃんと入れる。あー、止まってくれ、うん、お、
最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。